どうも、凛太郎です。よろしくお願いいたします。モリーニョのセビジャやっていきたいと思います。今日はこの状態、ここからのスタートになります。なぜかというと、トーレスへのオファーがソシエダから来たんですけど、まさかのトレード要員で彼、アンダーバレネと、なんて読むのかは分かんないんですけど、彼結構いいんですよね。本当はこっちの方でこういう放出のところはねやっちゃってから今日はフォワードを取ろうと思っていたんですけど、ちょっとねいい選手のオファーが届いたのでここから始めてます。彼ドリブルもできるし結構守備もしっかりやるイメージがあるし、裏への動き出しもなんかいいイメージがあるので、彼をサイドでまあトーレスとね取りたいと思います。はい、これはちょっとびっくりですね。選手との交渉、ここうまくいけば給与もわからないしな、ローテ要員でいけるのか、主力選手か。そうなってくるとちょっと話変わってきますね。実際オカンポスとウイングはしっかりいい選手を取ってきたいと思っているから、主力選手として使えるかは微妙なんですよね。正直どうしようかな。主力選手、ただフィジカル能力的にも長けてるしな、結構モーリーニョのスペイン人だしとしてはいいですよね。いきますか。はい、4年、まあ給与でねうまくいくかはまだわからないので、2万このぐらいかな。どうでしょう。 OK、 21歳にしたら高すぎたか。これでセビージャとソシエダ間で合意が得られれば決まりと。OK ということで、今日はねフォワードを取っていこうと思います。まずは前回も話した通りバスケツは取ってきましょう。ラファミアが怪我をしたということで、完全に移籍オファー、そっか、違約金を払わないと無理、払います。ラファミアの代役としてルイス・バスケッツサブ要員、素晴らしいで3年 OK。 安くない ?OK ということでルイス・バスケッツアルゼンチン人のフォワード獲得決定、素晴らしい。そしてフォワードですが、プロペイ、タレミ、アボニーね。さっきアタランタの試合、アタランタ対ボローニャの試合見てたんですけど、やっぱルックマンいいですよね。本当に来シーズンどこに移籍するかな。ビッグクラブでもやれる能力あると思うな彼は。プロヤ、プロベイ、同い年なんだ。ここフィジカル91、ドリブルは低いよね。
まあ、バスケツが一応入ったから、シュトグラ。まあでもここは、やはり、プロヤにしようかな。ボニーでもいいと思ったんですけど、これあと何日かかるかな。いや、ここはプロヤにしましょうか。はい。あの、皆さん挙げていただいたんですけど、ちょっとここは高いな、でも週休。ちょっととりあえずオファーかけます。で、週休のところ、給与のところで、高かったらちょっと考えましょう。え？フェルナンド？フェルナンドか。OK、15億。アボニーでもいいかな。やっぱこの能力すごいですよね、やっぱり。まあ、とりあえずプロヤとの話し合いで決めましょう。主力選手受け。承諾。給与6万は出せないんで、さすがに。高すぎない？あまりにも。まあ、3万。このぐらいは出さないと無理でしょう、フォワード。おっと、いけるんだ。いや、ちょっとやっぱりやめます。タイゴにしましょう。ちょっと迷っちゃったんですが、やはりモーリーニョっぽい感じで本当にモーリーニョに合わせていくならやっぱ本当に圧倒的なフィジカル能力っていうところはね、フォワードに求めたいので、まだ終わってないんですけど、だいたい27億ぐらいでいけんじゃない？どう？ OK。 まあ今シーズンちょっとね、あの内転筋かな、内転筋の手術で長期離脱してましたけど、やっぱりね、いいんで3年契約、まだ25歳だし、夜勤40億 OK。 安っ。はい、ということでタイをアボニー獲得することができました。ノッティンガムフォレストから。ドログバ的な選手でしょうと思います。はい、ということでタイをアボニー獲得することができました。これでかなりフォワード揃いましたね。ちょっとやっていきましょうか。アボニーでしょ。で、トーレスはもういなくなる。ここにはクロンバックで、バスケツが入ってくる。間違えた。そうか。これで能力見ましょう。スプリント83、ジャンプ90、フィジカル88。素晴らしい。いいですね。まあ、ウニオンベルリンであれだけカウンターの能力はもう証明済み。まあ、フォレストでもかなりいいですけど、スペインリーグで、ラリーガでやっていけるでしょう。はい、ということで今日はフォワードを取って試合しましょうか。アタランタとちょっと試合して終わりにしたいと思います。
戦術のところで前回の練習試合ちょっとここがねあまりにもサイドに張ってたからちょっとフォーメーション変えます。しっかり試していきましょう。442の、これだ。これをちょっと試したい。オカンポス、ここ、グローバー、ここ、スマイル、ラキティッチ。で、ここにバスケツで、でかい選手2枚入れます。で、ロングボール、OK。指示で、とにかく裏抜け、裏抜けにして、ここでちょっとやっていきたいと思います。どうかな、いきましょう。ちょっと動画長くなっちゃうんでこの試合は途中で終わりにしたいと思います。おっと、本当はこのなんでファールか。さっきアタランタの試合見たのはボローニャの戦い方を見たいっていうのもあったんですけど、もう一つはクープマイヤー、クープマイヤーこのチームに合うんじゃないかなと思って見てたんですけど、あんまりでしたね。あんまりパッとしないというか正直ね。おっとトティ、うわーさすがソリア、ソリアがすごすぎる。やっぱりもう当てましょう対応に。そう、うわオフサイドか。でバスケツ対応前にいるんで、でグロンバックも中にいるということで、立て立て立て、早めに当てていきましょうよ。オッケー、大丈夫。さすが。うん。嘘。うますぎ。バスケツ。いや本当ああいうのうまいんで、どんどん入れていこう。マジでうまいですかねああいうの。誰？ジソン。誰？韓国人。オッケー。大丈夫。出せるか。ナイスボール。うますぎる。いいですね。待望、早速。速っ、足。グロンバックのボールも完璧でしたね。シュート見たいけど、ないんだ。素晴らしい。アタランタ、アタランタでもボローニャ相手にそこまでマンツーマンじゃなかったな。なんかちょっと変えてるのかな戦い方は。素晴らしい。まあでもボローニャ相手にマンツーでいったらボロボロですもんね実際。それもしっかり考えてるんだろうな。うん、完璧。うわ一個遅かったか。いやバスケツいいな、しっかり動き出し結構良くない。うん、おう、オッケー。嘘、うますぎる。バスケツ対応のとこいいですね、相当いい。
おお、いいぞ。惜しい。うん。そういうこと。おお。うん。いや、それ中はやられたくないな。うん、素晴らしい。ケロ、おお、何？わあ、エデルソンか。エデルソン出てたかな、昨日の試合。昨日じゃないか、さっきの試合。うん。うわ、まあまあまあ、そういうのはね、あんまり求めてないというか。あー、クーニャ激しい。おお、ナイス。危ない。オッケー、よく。あるよ。うわー、そこね、その裏貸してほしいな。ライン引く。あぶな、ソリア。大丈夫、 OK。 うわ、綺麗なキック、通ってはないけど。うん、はい、ということで今日はね、この辺で。ちょっと動画長くなってしまうとあんまりだらだらしちゃうので、まあ練習試合ということもあるし、今日は対応が得点を決めて終わりにしたいと思います。今日はセビージャの日になりましたね。アボニーとバスケツの2人を獲得。これでフォワード終わったので、あとはウイングか。ただこの2トップスタイルが結構いいので、ウィングはちょっと考えましょう。もしかしたらどっちかっていうとルックマンみたいなウィング系だけど、2トップの一角で、ここからこの立ち位置から外に流れてプレーできる選手を取ってきた方がもしかしたらいいかもしれないので、そういう選手をちょっと次の回で探していきましょう。はい、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。